皆さん、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USB プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。7月になりました。とうとう2023年も下半期に入りましたね。今月もよろしくお願いいたします。ところで、夏といえば何を思い出しますでしょうか。子供の頃から飲んでいる麦茶、夏っぽいですよね。もちろんあったかくして冬に飲むのもとっても体にいいんですけど、この麦茶の出し方で、あなたは煮出して飲みますか、それとも水出しで飲みますか。ここね、二極化すると思うんですけど、どうですかね。煮出した麦茶って美味しいですよね。美味しいんですけど、煮出して冷やしてここまでにまあまあ時間かかるじゃないですか。小室家では、そうですね、あの実家にいる時からやっぱり水出しの麦茶だったんですよね。麦茶を煮出した方が美味しいっていうのを知らない幼少期でした。当たり前にお水の中にボーンと入れて一晩置いておいたら冷たくて美味しい麦茶が出てくるっていうような。そうなんですよね。最近水出し〇〇ってよく聞くようになったなって。もちろん十数年前からあったんですけれども、水出しコーヒーってお家で飲めるって思ってなくて、カフェ、喫茶店、コーヒー専門店に行かないと飲めないって思ってたんですけど、今自宅でも水出しコーヒー飲めるようになりましたよね。紅茶もアイスコーヒーってやっぱりお湯でしっかり濃いめに煮出して、それを冷蔵庫で冷やして氷を入れたらちょうどいいコクのあるアイスティーができるって思ってたんですけど、これもまあこれ私だけかもしれないんですけどね、しっかりとたっぷりと茶葉を入れて、やっぱり8時間寝る前にセットしておくと、翌朝にはえぐみのないアイスティーができてるっていう。今年の夏はいろいろ水出しにチャレンジしてみようかな。こんな水出しのもの美味しいよっていうのがあったら、ぜひメッセージ待ってます。さて、私事なんですが、ツイッターアカウントに小室ゆりマネージャーのアカウントが新設されましたので、ご報告したいと思います。こちらは小室ゆりのマネージャーがマネージャー目線で写真を投稿したり、またはツイートを発信したりということをやっていくアカウントです。ここ1週間ぐらいの新設なので、まだまだフォロワーさん募集しております。よかったらフォローの方お願いします。アカウント、小室ゆり、アルファベット小文字で小室ゆりアンダーバー M、 アルファベット小文字で小室ゆりアンダーバー M です。あなたのフォローをお待ちしております。ということで、今週のコーナー紹介参りますよ。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けするこのコーナー。以前ね、連れ去り問題、親子の面会、こんなテーマで、実際にこの問題に現在対峙しておられる多田さんという男性にゲストでお話をいただいたんですが、
この回に対してメッセージもたくさんお預かりしまして本当にありがとうございました。この連れ去り問題に対して世界ではどのような考え方でいるのかというのをお届けしていきたいなと思っております。そして毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今週は性欲とエロの違いというテーマでお話をいただけるようです。興味深いですね。楽しみにしておきましょう。そして萩原八雲先生監修の占いサプリも健在です。今週末は七夕ですね。ということで七夕にちなんだ鑑定をご用意していただきました。七夕デートいいですね。楽しみにしておきましょう。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト丸々水出しお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週は6月21日のお子さんの連れ去り問題、このオンエアに対してたくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございました。代表して何名かのメール読ませていただきたいと思います。6月21日放送してくださいました子どもの連れ去り問題、以下実語誘拐といいますを拝聴させてもらいました。私も出演された多田様と同様、2014年5月に愛する我が子3人を実語誘拐された被害者の親です。今回は実語誘拐被害問題を取り上げてくださり熱く熱く御礼申し上げます。日本全国に多くの被害者が存在している昨今、なかなか声を上げられずに悩み苦しむ中には命を自ら絶つ者も後を絶ちません。実後誘拐被害を受けても警察をはじめとする行政機関が機能しないこの現状を知っていただきたいと存じます。また実後誘拐という刑法犯が逮捕起訴されるような清く正しい美しい日本になるようゆりさんにもご協力いただきたくお願い申し上げます。はい、そしてもう一方、6月21日放送の夜サプリで離婚すると子供に会えなくなってしまうという内容の放送をお聞きしました。私もまさにその境遇にあり、同居親が会わせないとしてしまえば仲が良かった子供と会えない、私を含めそんな親がたくさんいることを知りました。離婚する夫婦は毎年約15万人いて、放送にもあったように親のエゴとか嫌いな夫、妻に子供を会わせたくないという私的な感情によって親子が断絶されている現状があります。FM 宜野湾はその問題に対してしっかり向き合って放送していただいてとても救われました。この問題は年々被害者が増えており、周知されれば親が子供と会えない、そんなのおかしいとみんなが理解する問題です。テーマとして仲の良かった子供と親が会えない現状を放送していただいたことは、親に会えない子供を救うきっかけともなると思っています。子供は声を上げられません。離婚後仲が良かった親と子が会えない現実、そこに焦点を当てていただいた小室さん、番組スタッフの方に感謝いたします。この問題はとても根が深く、今後状況が良くなり
ハッピーになる子どもと親のために今後も取り上げていただけたらとても嬉しく思います。離婚しても親と子どもが会えればいいんです。愛が冷めることはありますし当然のことです。でも夫婦の別れは親子の別れではないのですから。それでは、はい、というようなメッセージたくさんいただきました。ありがとうございました。今回は皆さん匿名でメール読ませていただきました。このことからもこの親子連れ去り問題に当事者として現在対峙しておられる方の総数というのは相当に多いなということがお分かりいただけたのではないかなと思います。じゃあ海外ではどうなってるの。2022年10月に公開されたこんな記事、ザ・朝日新聞グローブプラスから、離婚しても子育ては半分ずつ、共同親権が当たり前のアメリカから見る単独親権の違和感、こんな記事がありましたので、こちらピックアップしていきたいと思います。アメリカでは子供にとって最善の利益となるように離婚後の取り決めがされると。そもそも日本みたいに父親か母親かどちらかを選べという概念がなく、離婚したからといって片方の親が子育ての蚊帳の外に置かれるという考え方もなくて、父親も母親も親権を望むので、よっぽどなことがない限り単独親権にはならないんだそうです。つまりお子さんは両親の親行ったり来たりして平等に同じ時間を過ごして、両親は離婚後も2人で子育てを継続していく。小泉純一郎元首相が離婚後に長男と次男を引き取って、元妻が三男を引き取ったことで、ここに長年交流がなかったことが報道された際、周囲のアメリカ人からは、そんな人が日本の首相でいいのかと聞かれたこともあったそうです。もちろんそれぞれの家庭の事情ですとか州の法律が異なるので異なってきますけど、離婚はすべて裁判所を通して財産分与、養育費、子供に会う権利、細かいところまで協議、調停、裁判のプロセスを踏んで合意に至った後、ようやく離婚成立となるんだそうです。この辺だいぶ日本と違うかもしれないですよね。一度合意されれば、日本によくありがちな離婚相手に精神的苦痛を感じさせられた、これがきっかけ、また相手のことが気に入らないとか感情論で子どもと面会を拒否することはできないんだそうです。こんな記事もありました。プレジデントオンライン、2018年8月19日、離婚後に親権を奪い合うのは日本だけ。この単独親権が親のエゴのためであるとこの記事の中では言ってるんですね。離婚後も単独親権が規定されているのは、共同親権にすると離婚後もトラブルが継続してしまうということなんですね。いろいろな見方、いろいろな考え方があると思うんですが、この番組で取り上げさせていただいたことで、もちろん私も自分ごとに変えていかなければいけない問題だし、この問題で誰が一番苦しむのかっていうのを見過ごさないようにしないといけないと思うんですよ。これどんな問題でも同じだと思います。表面上で見えているトラブルを抱えている2人ではなく、本当に苦しんでいるのは誰なんだっていうところを私たちは見落とさないように、問題をしっかり注視していかなければいけないんだなと思ってます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。
詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの星谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今週は性欲とエロの違い、何やら深いお話が聞けそうですね。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。今回のテーマは性欲とエロの違いです。え、同じじゃないの？という意見もあるかと思いますが、プロファイリング的には別物です。性欲は文字通り性交渉に対する欲の強さ、旺盛さといったものなので、純粋にあ、やりてーっていう衝動です。それに対してエロは内面から醸し出される雰囲気のようなもので、セックスアピールとも言われる領域、男性側が性欲が旺盛で女性側がエロって配置だと一方的に興奮させてしまいます。その逆もしかりですね。ではエロとエロ同士だとやるのかって話、まあ気が合えばするだろうし、そうじゃなければ特にしません。逆に性欲が強い者同士だとやり続けちゃいます。この性欲を司っているものが自己快楽欲求の星、エロを司っているのは星ではなく五行、木火土金水と干支の組み合わせです。例えばイメージ的に言うと、水も滴るという男女はエロいわけですが、水は近すぎると溺れてしまうので、付き合うまでがエロエロだけど付き合ったら溺れて麻痺するなんて現象も起きてしまいます。適度な距離感がエロいと感じる距離になります。お前の彼女ってエロいよな、羨ましいと言われたとしても、え、そうなの、いつも一緒にいるからよくわかんないってなっちゃうわけですね。もう一つのイメージで、例えば木だとまとわりつくツタのイメージになったりするので、ねっとり系のエロになったりと、どの属性とエトが組み合わさるかで出てくるエロが変わります。エロと性欲の星が同時に出たら、まあ大変、言いやめられない、止まらないの世界に突入です。このエロって自分では気づかない人も多いです。自然と所作がエロくなってしまう人いますよね。え、それって狙ってやってるの、それとも誘ってるのって勘違いさせちゃうやつですね。本人にその気ないです。自然なので。
ナチュラルハニートラップの一つです。勘違いすると大炎上しちゃいますよ。男性陣注意。エロのタイプがどこに出るかでいろいろ意味合いも変わってくるので、気になる方は一度鑑定に来てください。ちなみに皆様ご存知のあの方は、言うまでもなくエロエロです。ね、絡みつくツタのようなねっとりとしたエロと性欲最強のウサギという最強のコンビネーション。人類史上3番目にエロいとされる配置をお持ちです。ただしビジネスエロですけどね、そこはさすが女優、ビジネスエロというテクニックを極めて名を残すという配置です。ここは多くを語らなくても皆さんの方がご存知ですかね。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USB プロファイラーの押したりがお送りいたしました。それではまた。はい、ビジネスエロの小室ゆりです。ビジネスエロって素敵な言葉ですよね。何でも言えそうな気がしてきます。確かにね、私そのツタの星とウサギを持っているので、まあ、絡みつくようにエロいただこれがビジネスにおいては非常に役に立つけれども、プライベートはよくわかりませんご自身がどのような性癖とエロスを持っているのか知りたい方は、ぜひ押したり構造先生の鑑定受けてみてくださいね。押したり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いします。また押したり構造先生とプロゴルファー石綿俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサクリ。占い講座が全国で大人気、占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきますよ。恋する、愛する、七夕編です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、私のダイエットが成功しますように。でもバストとヒップはサイズダウンしたくないのよ。おうし座、あの彼がずっと元気でいてくれますように。男性は精力的じゃないと私の夜の相手は務まらないからね。双子座、数量限定のあのコスメが買えますように。ローズの香りで身も心もプルプルにしてあげる。ガニ座、あなたとの絆がもっと深まりますように。体だけじゃなくって心の絆ももっと深まりたいのよ。獅子座、憧れのウェディングドレスが着られますように。その前にプロポーズリングも待ってるわ。乙女座、この夏の間に素敵な恋人ができますように。今度は肉食系でお願いします。天秤座、彼の浮気癖が治りますように。今度浮気したらその愛家に渡してもらうんだからね。
サソリ座。新しい恋が始まりますように。あなたとはこの夏でもう終わりね。誘ってきてもメッセージ返さないからね。いて座。夏休みは海に行けますように。太陽に負けないぐらいこの夏は燃え上がりたいの。ヤギ座。素敵なお家が見つかりますように。この部屋もそろそろ引っ越しましょうよ。水瓶座。二人の会話がもっと増えますように。言ってくれなきゃ愛の言葉は伝わらないんだからね。魚座。大好きなあの人から告白されますように。キラキラの満天の星空の下で告白されたらすぐに OK しちゃうんだから。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですね、 MJ リサーチ総合探偵社の現役探偵さん若梅秀隆さんのご登場です。探偵さんにしか知らないあんな話やこんな話持ってきてくださってます。楽しみにしてくださいね。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えしてエキスパートなビジネスのお話を伺っております。毎週土曜日朝7時から10分間です。また BNI 神戸東と検索をしていただくと、その中にあるブログ、私執筆させていただいております。番組の中でご紹介できなかった裏話も書かせていただいておりますので、こちらもぜひご一読ください。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。ほとんどの人々は条件付きの幸せを求める。だが幸せは条件をつけない時にしか感じられないものだ。アメリカのピアニスト、アーサー・ルービンスタインの名言です。あれやこれやと相手に注文をつけたくなってしまいますが、その注文をすべて外した時にこそ自分が欲しい幸せというのが見えてくるのではないでしょうか。本当の幸せは自分の中にしかないんですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から